こちらのセッションにようこそお越しいただきました。規制対象になる重要ワークロードを AWS で動かす場合の可視性とセキュリティの確保です。さてヘンリック・ヨハネスンと申します。シーソーオフィスのプリンシパルを務めております AWS セキュリティの傘下にありますシーソーオフィスです。さて本題に入ります前に、このセッションの概要から入っていきたいと思います。つまり責任共有モデルです。非常に重要な概念でありまして、どんな環境においても言えることだとは思いますが、なおさら規制対象のワークロードの場合は重要になります。監査人あるいは当局の人たちに対しと共に仕事をしている際には言えることかと思います。ということで AWS はセキュリティクラウドのセキュリティに関して責任を負っています。つまりベースとなるインフラ、物理的なセキュリティ、ネットワーク、配線、サービスを皆さんに提供する上で関わってくるものすべてです。一方で皆さんお客様です。責任を持っているのはクラウドの中で実行されているものに対してのセキュリティです。私どもはさまざまなサービスを提供しておりますが、それというのはクラウドの中で何を実行しているのか把握できるように提供しておりますが、あくまでも可視化のためであります。情報を提供するということで、その情報の取り扱いに関しては皆さんが責任を負うということになります。考え方といたしましては、もし何かコンフィギュレーションができる、あるいはアクセスを変えるということになりますと、これはあくまでも皆さんの責任の範囲内でやっていただくということになります。さて本題に入ります前に、もう少し、セキュリティ、なぜ、従来から難しいと言われているのでしょうか。従来のデータセンターを運営している、クラウドのワークロードと比較いたしますと、一つの大きな課題というのは可視化であります。実際インフラの中で何があって、そして全ての変更をトラッキングするということです。従来の多くのデータセンターというのは、人が皆さんに対して、これが変更となりました、そして、アップグレードしたときにはこれをアップグレードしましたと情報が提供されて初めて把握する。そうなりますと自動的に今追跡しているということはごくごく限られたものです。もう一つの要素は自動化です。この2つというのは密接に関係があります。もし可視化がないと何が起こっているのかわからない。そうなりますと、もちろん自動化もなかなかできません。というのはトリガーしているものは、もしかしたら古いものをベースにしているかもしれないんです。変更があったということは誰も通知してくれないがゆえに古いものをベースにしているかもしれません。さて現実はどうでしょうか。今現在の世界においてクラウドのワークロードがあるわけなんですけれども、いまだかつてないほどに活性化し、最適化し、改善をセキュリティに対して行うことができます。一つの誤解といたしまして、クラウドのワークロードに移行するというのはイコールすべてを排除しなければならない、新しいツールをすべてに対して適用しなければならないという考え方です。現実はそうではないんです。実際既存のツールほとんどがそのままクラウドでもうまく機能を発揮してくれます。あるいはもっとセキュリティ性が引き上がるかもしれません。というのはもう皆さんもそれらのツールに精通しているからです。ワークロードに単純に統合していけばいいだけの話になります。その小さな際、いわゆるクラウド向けに構築されたものを運営する、一方でこれまでに慣れてきたものを運営する、若干の修正は必要かもしれませんが、その小さな際
というのは別の角度で、うまくその差異を解消できるかもしれません、ただそれ以外のピースに関しましてはしっかりとしたプロセスを定着させるということが重要です。スタッフに対して混乱をきたさないように、そして、オペレーションプロセスを再び構築しなければなら構築しなくていいようにする、ということが極めて重要なわけです。ということで、セキュリティ要件の一つの重要な要件というものが、全てのワークロードに共通のものがあると思うんですけれども、可視化というものです。この可視化というのは一体どういうものなんでしょうか。これはそのアカウントの中で実行されているものを把握するだけではなく、全ての変更も追跡すると、把握していると、何かリコンフィギュレーションされた時にはそれを把握すると。そして同時に重要なのは、誰が何かをリコンフィギュレーションできる権利を持っているのか。例えば私が聞いたとしましょう。管理者の中で、ファイアウォールのセキュリティグループを変えられる人は何人いますかと聞いた場合に、従来の環境であれば何人の人に電話をして、それをその答えを得ることができるんでしょうか。一方で今は単純な API のコマンドを実行すれば答えは出てきます。さらに全てを即座にトラッキングできるということが可視化です。これが現状だと。そしてこれまでのものも把握しているということです。さて、いくつかの問いが出ておりますけれども、これを常に自問自答していただきたいと思います。例えば単純なものだと、クラウドの中でどんなデータがあるのか、どこに存在しているのか。これは、地理的にもそうですし、インフラという観点からもどこにあるのかという意味です。あるいは機密データがどこに存在するのか、そもそも機密データはどういう定義なのか、なぜ機密性が高いのか。例えば PII、あるいは個人情報がそこに存在しているのか、あるいはクレジットカード情報がどこかに存在しているのか、またソースコードの所在、こういったことをセキュリティという観点から把握するだけではなく、規制という観点からも把握していかなければならないものです。2つ目、といたしましては、データをどうやって人はアクセスしているのか、どこで共有して、どうやって共有されているのか。従来のからある問いかけといたしまして、机の下に隠れているサーバーはありませんか。みんな知っているんですけれども、1台のサーバーで、管理者がテスト用にだけ使っているサーバーです。新しいソフトウェアを評価したいですとか、そしてそれを誰かに伝えるのを忘れてしまった、そんな隠れたサーバーです。だからこそ人というのは、テストをしてただけだけれども、誰にも言うのをしなかったがゆえに、情報が公開されてしまっているわけです。2つ目は認知認識です。何が動いているのかということだけではなくて、何が使えるのかということの意識です。例えばデータを別のリージョンに動かさなきゃいけないと、あるいはどこでワークロードを流せるのかということを知りたい、そしてこれによって、プログラマティックで一体何が使えるのかということが分かります。特定のサービスに関してはちゃんとした要件があるといった場合、自動的に見て、そしてそれを自動的にセキュリティという観点から動かして移動してくれます。あるいはそのアベラビリティをベースに動かすということが可能です。それから全体像を把握するということ、これもビジビリティとなります。いろんな部品コンポーネントをまず把握するということです。これはリソースを表しているということではありません。リソースというのはあくまでも一過性、そして時間とともに変わっていきます。アプリケーションのフローでどこにデータが A から C まで行くのかということを表しています。そしてまたウェブサービスのレイヤーでは、ロードバランサーからウェブサーバー、そしてまたロードバランサーへというふうにトラフィックが流れます。ということで、ウェブサーバーが別のウェブサーバーとやり取りをする必要はありません。こういったビジビリティを持つ可視性をこのアプリケーションに得るということ
自体がセキュリティという観点からとても重要になります。セキュリティチームが果たしてどれぐらい頻度高くアプリケーションチームと話をしているでしょうか、あるいは業務部門と話をしているでしょうか、この全体像を描いてデータがどこに流れるべきなのかということをどう把握しているでしょうか。これについてもまた後でもう一回お見せしたいと思います。どんなセキュリティ上の観点が重要になってくるのかということはまた後でお話しします。ではこれは一体誰のために必要なんでしょうか。セキュリティチームのためでしょうか、あるいはシーソーのためのものでしょうか、あるいはアプリケーションのチームのためのものでしょうか。実は全ての人のためということになります。全員がその可視化をすることができなくてはなりません。可視性へのアクセスが必要です。一旦可視化ができれば誰がそれにアクセスできるのかということをもっとうまくコントロールできるようになります。ただ単に全てを見れるということだけではなくって、もっとうまいコントロールが効かせられるようになります。最近のセキュリティチームはこうなってます。まずオペレーションチームです。オペレーションチームはアベラビリティと可用性という観点から見えなきゃいけませんし、エンジニアリングのチームは新しいサービスを作るにあたってどこで暗号化をかけるのか、あるいはどこで特定のセキュリティグループを入れなきゃいけないのかということを知る必要があります。コンプライアンスチームは監査のために必要です。つまりシステムに入っていて実際コンプライアンスのために必要な情報を抽出できなきゃいけませんというところから、誰が一体どこにアクセスを必要とするのかということ、これをちゃんと識別していく必要があります。次は可視性と監査性か監査性です。可視性によって監査性か監査性というのは実現されます。これはとても重要なポイントです。適切な可視性があると、もし適切な可視性がないとなると、この監査性というのも担保できなくなるからです。可視性によって、非常に即時的に、そして詳細な知識をマイクロレベルで全てのリソースに関して得ることが可能になります。そして可視性、監査性ですが、オンデマンドで反復できるインサイトをコントロールおよびエビデンスレベルで得ることができます。皆さんが監査人に対して証明しなきゃいけない、そういった情報を得ることができるようになるということです。この可視性が進めば進むほど、この監査性を自動化して、そしてそれに対して反復的にレポーティングをするということがよりたやすくなります。ではこのセキュリティチームを超えて可視性をどう拡張できるんでしょうか、あるいはこのインフラのを超えてどういうふうに拡張できるんでしょうか。これまでの DevOps のモデルですと、いろんなリソースがあったと思います。バージョンコントロールのシステム、それからパッケージビルダーシステム、そしてまたディプロイメントサーバーです。これらすべてにいろんな情報が入っています。しかしセキュリティ構成もいろいろあります。ということで、バージョンコントロールにおいては確実にクレデンシャル情報を Git のレポジトリにはパブリッシュしないということを確認していかなきゃいけません。そしてすべてのライブラリーをパッケージとか、あるいはコンテナで使わないということも担保しなきゃいけません。場合によってはプロモーションのプロセスの中で自動的にテスト環境にパブリッシュはできると、でも特定のデータが含まれている場合には手動のコントロールでもってステージングをするべきだというようなことです。常に製品を例えば最初の方のチェックで検証するということも必要があります。こういったコントロールのアイテムが全て分かったら、その後は自動化が可能です。コントロールとして例えば、ゲットシークレットとか、これはオープンソースのツールです。これによってコードの中のクレデンシャル情報を探しに行きます。そしてそれを自動的にブロックしてくれます。そしてコントロールファンクションを実行して
パッケージビルダーにプッシュするものについてはもう自動的にスキャンするというようなことも可能です。これによってインフラに関しても同じ原則を当てはめることができます。何か変更を加えたい場合にはまずキャットのインフォメーションテンプレートというのをこのバージョンコントロールに関してもパブリッシュすることができると。そしてもちろんベストプラクティスをスキャンするということもできます。でこれをできるだけ最初の方で得られれば得られるほどセキュリティのレベルは高くなると言えます。可視性の拡張というのは情報ということにもなります。どういうふうにそのオペレーションのチームに情報を出していくのか。非常に可視性が上がったら、そして自動化が進んだら、今度はキーとなる情報を抽出して、そしていろんなチームに送ることがやりやすくなります。例えば何かインシデントが発生して、そうすると自動的にスラックあるいは E メールに送るとか、あるいは Amazon チャイムに送るということができます。そしてどのインスタンスが関係してきたのか、クレデンシャルキー、それからユーザー、こういったそのアクションを必要とする情報すべてを持ってきてくれます。それはじゃあ一体どうして重要なんでしょうか。So we talked about seeing the big picture. 全体像を捉えるというお話を先ほどさせていただきました。でもどうやってそれをうまく活用していくんでしょうか。全体像が捉えられましたらアプリケーションの流れが見えてきます。インフラのいろいろな要素が捉えられます。そしてこちらですね、隠れていた机の下のサーバーです。こういったシステム要素というのが、管理者の目に捉えられると、リソースを隠す、API 主導の世界においてはそういった隠すということができないわけです。そしてそこまでいきますと、把握できますので、もちろんセキュリティ性も担保できるということになります。適切なセキュリティグループを当てて、そしてウェブサービス、さまざまなサーバー その通信間も決められますし、暗号技術というものも必要に応じて導入していくということになります。そしてポイントはアプリケーションの流れを追っていくということです。そしてその逸脱というものもできるだけ避けるということです。人々というのはもちろん素晴らしいわけです。一貫性のある結果を求めなければ人は素晴らしい。だからこそ証明可能なセキュリティというものを我々は追求しております。ここにおいては常にサービスを評価して、そしてフィーチャーサービスを常に我々が提供しているものは追跡しております。証明可能というのは想定以外は起こり得ないということです。で、その一つの重要な概念といたしましては、人をデータから隔離します。自動化は可視化から得られるわけなんですけれども、自動化をすることによって何か皆さんが入力しなければならない、そういった作業が減るわけです。で、重要だと思います。この自動化というのは自動的に修復する修正するという意味ではありません。自動化というのは反復的なプロセスを設けて仕組みを導入し、そして自動的に作業を解消できるようにするということです。人が介入することなくこれが可能になるということです。例えばこのユーザーが何か間違ったことをしたというメッセージが入ったとします。リスクは高いと。でもちろんそこでクリックをして、これが二度と起こらないように募集してくださいというのは簡単です。簡単、すぐに無効にする必要はないわけです。でもわざわざコマンドを入力して、そして何かを壊すというようなリスクは犯したくないということです。あるいはフィーチャーをオフにする、何か入力ミスがあったからといってオフにするということはしたくないわけです。セキュアな自動化というのは反復可能なプロセス、繰り返しプロセスが走って、そしてそれを支えるツールがあるということです。さて、
これらを実現するクラウドのコントロールって一体どういうものがあるんでしょうか。一つ重要な点といたしまして、特にクラウドのワークロードにおいては、グローバルなセキュリティあるいはコンプライアンスのステップで我々が提供しているものすべてを引き継ぐということになります。2人のユーザーあるいは200万人のユーザーがいてもそれは関係ありません。あるいは管理者が2人あるいは管理者が200人いてもそれは関係ありません。我々が提供するすべてのコントロールというのはすべての人が対象になります。ということで PCI コンプライアントにならなければならないというのであれば、もちろん責任共有モデルとして皆さんお客様にやっていただくところがあります。でも我々の方からは我々の認証をもちろんクラウドのセキュリティという意味では規模に関わらず、あるいはユーザーの数に関わらず、すべてのお客様に提供するということになります。そしてさらに自動化のツール、管理マネージドサービスも提供しております。これは大変な負担作業というものを排除するためです。ログイン分析ですとかあるいはインフラの可視化に関してです。でまた後ほどこちらのサービスいくつか取り上げたいと思います。また自動化のメリットといたしまして、もうサービスに直接サービス連携によるセキュリティの自動化が行われているからです。例えばこのイベントが起こるたびに自動的なワークロードをトリガーするということが可能になるわけです。これは従来の環境ですとなかなか難しいことです。でさらにグローバルなセキュリティとコンプライアンスについて先ほどのスライドでも触れましたけれども、これはあくまでも一部です。私どもが取っている認証認定、規制から求められている内容もあるでしょう。皆さんはクラウドの中のセキュリティを責任を持ってやっていただきます。また規制の準拠ということでももちろん皆さんが答えていかなければなりません。でインフラのそして我々が提供しているサービスに関してはこちらを参照していただきたいと思います。 ISO の認証もありますし PCI の認証もあります。これはすべてのお客様に対して提供しているものです。2つ目といたしまして拡張性に触れました。クラウドコントロールでは皆さんがデータをどこに格納するか責任を持っていただきます。例えば東京リージョンに格納しようと決定された、あるいはアメリカのウェストリージョンに決めたというのであれば、私どもは動かしません。皆さんが選択していただいて、そしてそれに誰がアクセスできるのかも判断していただきます。で一方で我々はサービスを提供し、流動の細かいコントロールを行って誰がアクセスをできるのかコントロールしていきます。そして何よりも重要なのがそのアクセス権限を誰が変えられるのかもきめ細かく管理していきます。そして監視化、ロギング、これらのイベントすべてを追跡していきます。そして皆さんは API の世界ということになりますので、それをすべて自動化することが可能です。例えば誰かがアクセスを変えた、本来では変えてほしくないものを変えたというのであれば、自動化フローをトリガーしてそれを元に戻すようにすることができます。あるいは可視化を上げてこういったことが起こったらアラートを発するというような指示を事前に設定しておくことが可能です。またさまざまなサービスの統合という意味でも、あるいは皆さんのサービスを統合するという意味でも役に立ちます。スクリプトを実行できるようなツールであれば、すべて AWS サービスと統合することが可能です。またプライバシーの提供も行っております。データをどこに格納しようかと、リージョンを決められましたらもうそこに存在し続けるわけです。我々は変えません。でまた逆に、このリージョンには格納したくないと、そしてどのユーザーでもこのリージョン、例えばコンプライアンスのために使えないリージョンには格納しないようにする、あるいは企業の方針でこのリージョンには格納しないというのがあるので、これは
格納させないといったような形で、許可あるいは排除という形で、設定することが可能です。一つプライバシーに関しての重要な点といたしまして、暗号化というのがあります。統合を可能にすると申し上げましたけれども、いろいろなサービスが直接、我々の暗号化サービス KMS と統合することが可能です。キーマネジメントサービスの頭文字を取っております。自動的にデータを暗号化するわけなんですけれども、 S3 に格納した瞬間、そして保存しているものに対しても格納、失礼しました、暗号化を行うことができます。さらに要件がもっと高いと、サムを使わなければならない HSM が必要なのであれば、クラウド HSM でオンデマンドで使っていただけるご用があります。一つよく聞かれる質問で、各国のプライバシーローです、個人情報保護法です。私もちろんそのリージョンによって、各国のプライバシーローに準拠しております。例えばヨーロッパであれば GDPR、あるいはここ日本においても個人情報保護法があるでしょう。ブラジルにもあるかもしれません。いずれにしましてもそのリージョンの所在によって、その自国の法に準拠しております。 And this is an example.こちらは、いろんなサービスの一例です。皆さんに使っていただき、さらにセキュリティを高めていただく、そしてまたその個人情報保護法、そしてさらには規制にちゃんと遵守する、準拠するということでも使えるものになっています。重要なのは、規制のニーズというのは単なる暗号化とか、あるいはセキュアなコンフィギュレーションをすればいいということだけではなく、例えばインシデントに対しての反応レスポンスで、実際それが発生したらどういうふうにその状況に対応するのかという体制作りも必要です。2つ目も、単にサービスがセキュリティサービスというタグがついてなかったかといって、ちゃんとセキュリティのプロセスの中でそれでも使えるサービスというのはあるという点です。システムマネージャーはいわゆる従来型のセキュリティサービスではなく、むしろ運用サービスなんですけれども、とても重要ですし、またインフラの保護という意味においては非常に効果も高いというものです。ラムダも同じです。ラムダというのはセキュリティサービスではありません。サーバーレスインフラです。しかし皆さんの業務部門がサービスを提供するために使う、そうするとそれに伴って、1から100に、1日でスケーリングすることができます。セキュリティチームの皆さんは同じプロセスをスケーリングするということが必要になってきます。またいろいろないわゆるディテクティブコントロール、発見的統制というのもあります。これによってセキュリティチームの仕事を少し減らすことができます。いろいろなイベントが起きたとき、皆さんがその予見できない、あるいは認識できないものを認識してくれる、検出してくれるものです。後でまたセキュリティハブの話で触れたいと思います。重要なのはいろんな方法で情報は発見できるということです。こちらは一例です。どうやっていろいろなサービスが紐付けをされて、そうすることで完全なるセキュリティフローというのを皆さんに提供できるのかということを示しております。まず最初、識別です。何が起きているのか、そしてどんなリソースがあるのかということを識別する、そしてどんなその変更が起こりうるのかということをまず最初認識します。例えばシステムマネージャー、あるいは AWS コンフィギュなどを使います。何がアカウントで実行されているのかということをこれで理解します。次は保護です。そしてサービスに対してちゃんとセキュリティをかける、そしてそこに保管されているデータを守るということです。例えば WAF あるいはシールド、これはアップサービスに向けてです。あるいはセキュアパラメーター、あるいはパスワード管理、 AWS シークレッツマネージャーを使います。あるいは VPC のコンフィギュレーションで、これは私のセキュリティグループだと、で最低のアクセスしかリソースにはさせない、そして
このリソースからのみと許可ということも可能です。次のステップが検知検出です。この検知検出というのは今何が起きているのかということを理解するという点です。セキュリティの観点から、例えばビットコインマイニングが自分たちの環境で走っているかどうか、あるいは少し疑わしいユーザーの振る舞いがないかどうか、あるいは何かしら、いろんなインスタンスで、マルウェアが稼働しているかとか、こういったものすべてはやはり検出には非常に難しいと言えます。ですのでそこではマネージドサービスを使っていただくと。ですのでご自身でそれらをすべて検出する必要がなくなるということです。一旦何か検出されてしまったらどういうふうにそれを直すのかということを考えなきゃいけません。その場合には、自動化をして例えばクラウドウォッチみたいなものを使うということもできると思います。そしてまたラムダファンクションを起動するということもできるでしょう。あるいは自分で手動で調査をするクラウドログを見るとかクラウドトレイルログを見るかとかいうことを使ってです。全てを自動化する必要はありません。自分で、その調査のプロセスというのをたどることによってより深く見ていくこともできます。全てを手動でやるということ、常に果たしてそこの手動部分を自動化できないかどうかということは評価すべきです。もちろんもう本当に稀にしか発生しないことだったとしても自動化をすることは可能です。それをやる唯一の方法はタグです。マニュアルのプロセスが発生すると、インスタンスにログインして API コマンドを手動で流す、常にインスタンスを評価してここから一体何が自動化できるのかということを見ていく必要があります。まだカバーされていないものが一体ランブックに何があるのかということを見てみることです。最後のステップは最悪の場合ですけれども、やはり復旧ということをしなきゃいけない場合があります。例えばスナップショット、あるいはアーカイブとファンクションのアーカイブということを使って復旧をしていきます。こういったツールもフォレンジックという観点からとても重要です。何か起きてしまった、そうするとインスタンスを隔離しなきゃいけないと、そして他からもうアクセスできないようにするということも必要です。同じツールを使ってフォレンジックも行うことができます。セキュリティハブの話を先ほどしました。いくつかのフィーチャーがこの中には入っています。一つコンプライアンスという観点からとても、そしてまた可視性という観点からとても役に立つのがこのフレームワークですのサポートです。我々 CIS AWS ファンデーションベンチマークというものにをベースにしています。アカウントを評価します。40以上のベストプラクティスに対してということで評価をしていきます。例えばオープンセキュリティグループがあるかどうか、デフォルトの許可セットがあるかとか、そして40以上のコントロール、これが CIS のベンチマークの中に入っています。そして非常に見やすいダッシュボードを使っております。自分のアカウントで見つかったことに関してのダッシュボードも簡単に作れるようになっています。これによって何かインシデントが発生したときに、これらの、その発見事項に紐づけてどれに優先順位をつければいいのかということ、これも分かるようになってきます。それからインサイトも提供してくれます。インサイトというのは複数のイベントの相関付けをしてくれます。それを刑事的にやってくれます。例えばどれが最もイベントドリブンなインスタンスなのか、この30日の間でとか、あるいはどのユーザーが最も名刺からこの1ヶ月でアラートを得ているかとか、
でこれはとても効果的だと思います。これをすることでどこにより時間を割いて調査をするべきなのかということが分かるからです。よく得るアラートというのがあれば、やはり頻度の高いアラートから先に見るということです。そしてまたさらにそれぞれの発見事項ごとに詳細が得られますので、もう少し深掘りして実際本当に何が起きたのかということも確認することができるようになります。EC2 のインスタンスで、まあ、パッチが当たってなかったとか、まあ、インスペクターの情報をもとに分かりますし、あるいは S3 のバケット、クレデンシャル情報を持っているバケットとか、あるいはこのパブリックでは本当は使えないはずの S3 バケットとか、 AWS セキュリティハブは15のリージョンで提供しています。実際に皆さん入っていってテストしていただくことが可能です。インサイトからの情報を見ることもできますけれども、ぜひぜひこの CIS ベンチマークを流してみてください。皆さんのアカウントがどういうふうな形で基準規格を満たしているのかということが分かるようになるかと思います。ここでぜひお話ししたいのは、やはり可視化が重要だということです。可視化をすることによってセキュリティの場を高めるということだけではなく、皆さんの自動化もこれによって進みます。そして、まあ、規制の要件を満たしたり、それからその規制要件を満たすために自動化を進めることができます。コントロールチェック、あるいはそのレポートの生成、つまり換算に向けてのレポートの生成を自動化してくれますし、ミスを防ぐことにもつながります。多くのセキュリティインシデンス、あるいは停止というのは、やはり人のミスに起因することが多いです。内部の脅威ということではなく、単にコンフィギュレーションでベストプラクティスではない形、あるいはコーポレートポリシーと違う形にコンフィギュレーションを切ってしまったと。でもセキュリティハブを使うとか、あるいはオープンソースのツールを使う、あるいは皆さん自身で作ったものを使う、こういったコントロールを自動化してもっと今起きていることの可視化を進めることができます。まあ、自動化によってのメリットを得るためには、やはりまず可視化が必要です。以上です。今日はありがとうございました。もし皆さんから質問があれば、こちら私残りますので QA ください。特に、ビジビリティ可視化に関しての、まあ、課題についてご質問がある方はぜひご質問いただきたいと思います。そしてまたぜひフィードバックもお願いしたいと思います。ごめんなさい、このアイスクリーム意味がちょっとよく分かってないんですけれども、ありがとうございました。ぜひフィードバックをお願いしたいと思います。